カジュアンのマージャンパラダイス、イエーイ。今日もどっちでございます。天保バトル2ということでね、2日目になりますが、今日も天保行っていきたいと思います。で、今日、個室で、やろうかなと思ってるんですけど、いきなりだとちょっと人が集まらない可能性もあるんで、ちょっと2本ぐらいまた3番を打ってからやろうかなと思いますんで、ちょっとしばらく、ご覧いただければと思います。こんな感じですかね。来場者数が1人かもしれない。あ、でもクレッシュの方3人いますね。はい、じゃあとりあえずやっていきたいと思います。いいのかな、これもそのままで大丈夫かな。そうですね、大丈夫、今日まで。わかりました。はい、ではイエーイってコメントが1個だけ来てます。これやってから第2戦に行きたい。第2戦じゃないや、個室こっちがいいですかね。4間がいいのか、4間がいいのか、3間がいいのか、しょうがないですけど、手がいまいち盛り上がらん。イエーイじゃないよ、イエーイじゃないよ。こんにちは、どうもこんにちは。今日大阪結構暑いですね。台風来るらしいんですけど、ワイプちっちゃ。でかくする需要が、でかくする意味があるのかないかもしれないな。あ、そうだ、そんなにちっちゃいの。そんなちっちゃかった。ちょっと見えねえ。1枚切れ、あっちは金か、勝つしかない、勝つしかないけど、あ、積もるか。おー、もう打ってるのか。こんにちは、どうもこんにちは。あとでね、個室で今日はやろうかなと思ってます。積もりたかった。難しいですね。2、4、6、わらん。金塚、こっちか。金して。こっちか。ついつい最近こういう感じで、よく染めるんですけど。ひなりさん来た。あ、山さんどうも。風強いけど、晴れていて暑いです。なんかすげえでかいのが来るらしいですけどね。倒りです。西日本、そうなんです。今日僕、あら、西くん、リーチ西、トラ4、ハネマン、はい、僕は下茶に6000点打ってやろうって感じか。こです。結構、今日のね、夜行で帰ろうかな、夜行バスで帰ろうかなと思ってるんですけど、大丈夫だと思うんですけどね。こういうバスで寝れるかどうかの方が心配だ。ドラムないし、あ、一個あるけど、チートイツのインシャンテン。あっさり終わった。うわ、いきなりやばくねえか。
いきなりポイントを減らしそうだ。おっそ。全然上がる気がしないんですけど。早いよ。もう、無理だ。無理だろう。一番積もが良くないやめてほしいんだけど。わかりません。わかりません。とりあえず、順。お、やる気スイッチがある人がいる。すげえやる気だな。ローピンローピンと落としてるうちに転廃しねえかな。なんか知らん間にガス抜け。おい、全然流れ落ちねえぞ。どうしてくれんだよ。少し良くなった。あ、違う、これペンチピン良さそうじゃん。しまったな。我慢の時間ですな。あ、早いよ。早いって、早いって。早いって。お、少し頑張りたい。はい、はいです。なんかテンポがいいですな。そういうシャンテンポ。カンパーピン。いいんじゃない？お、パワーアップ。かけない。かけないでしょ。うわぁ、ゴフ、やばい、何もできぬまま、このハイパイである。とりあえず自敗重ねて何とかしよっかな。いやぁ、厳しいぞ初戦から。やんこ。先輩取ると分かれる。分かられる。一生前に出れない30は。確かに。本当だよ。全然前に出れないよ。しゃってんだけどな。ドライチ、ドラドラ。次。はい、テンパってくれ。今手から出てきたで。
初リーチ。うん、ペンチーソーでインテープをどかさん、ブライオン上がってんじゃん。お、上がれた。お、インパチになりました。これでトップが狙える。引き寄せ。お引きかって。いい仕事してくれましたね。オンして、中央、アンガーインシャンテン取りつつ、テンパって、トーンが出たらポンして、ハネモン中隠れシャンプーの正解です。お、ついてきた、ついてきた、ついてきた。おかしくなってきたな。下着が来たっぽい。本当ですよ。このリーチに向かうかどうかなんですけどね。積もられても、そんなに差は広がらんからオーラス勝負にできるけど、気持ちが遠いか、あ、じゃあ感じが遠いか、難しいところだな。はい、プッシュ、あ、いや、ちょっと、この辺がまだまだ、なんですね。こういうのがあると、あれ全然関係なかったでしょ。飛ばせるチャンスじゃチャンスあるよなぁ。うわぁ、どうして？あ、取った。これが？ほら、サブロそう。うわぁ。お、通ったで、通ったで、なに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 、アンリアンソー対リアンソーっぽかったね。スランプ取ったけど、普通もなかったわ。あんまり行く気なかったのに。赤をいつも言われたせいで。人のせいで。うわぁ。で、すげえ猛烈にトイレ行きたいんですけど。どうしよう。うん。裏切っちゃった。切り手の腰裏切っちゃった。
これ追いつける気がしねえ。うわぁ、ちょっと危ないぞ。危ないぞ。うわ、やめろ、持っとった。やっぴ、お願いします。ああ、つまらない、安く。お、OK が出てるということは、お、耐えた。耐えた、何点差 ?4%。ペイ1枚持ってくればいいじゃん。最大時間お、これで条件満たしたということは、なんだ、お、お手飛車になった。残しとく。うん、あー、いたいぞ。これは痛い。よし、どこだ、どっからでもいい、通奏でもいい。いいな。あれ、積もったとき大丈夫？大丈夫か。下に行く、3、9、5に行くか。ある。やめろ！あー！あとだ、あとだ、あと。なんだ、なんだ、うぅ。行って。いい数字を見てたら失敗やった。いい参考にしたか。1、2、5。ドラドラ。とりあえずかね。南直。南直の羽根つぼは9000点 OK。今欲しいね、今。シーソーポンしてから直撃、ドラ行きたいでもいいけどね。赤と変わるかもしれないし。一応、イーマンポンまで我慢しようか。あ、でも勝ちた。あ、手がない。お、リーボー出たぞ。ちょっと待って、角じゃ足らんがな。角じゃ足らん。ああ、ダメ、一緒だった。ごめん、ちょっとすげえ、まさに取りに来ていい？ああ、はい、すいません。よいしょ、すいません。いや、
結局トップ取れませんでした。何言った来てありましたよ。それ絶対書かれると思って、因数ソープスちょっとなんか比べてあったかな。一応リアンスで走ったのがあるのか。そっか、そこ見とけば地蔵の方を選べたかな。ねえ、これ見とけば位相ちょっとあるかもなと思って、残念。はい、でもやります。今回は序盤全然ね、何もできなかったです。ポイント735ポイントです。12戦って462。2が多い。秘密にない。0と9しか。減点割れ。あ、ポイント？ポイントね、ずっと、でもずっと後段戦してたんですよ。この番組で。もう、ラス引いたら終わりまで行ったんですけどね。戻っちゃいました。申告しちゃってみますか。新郎とはもう一個さんと新郎との方行きたいな。いや、こっからでも行くか。こっからでも新郎と目指してみるか。いいピンと9層。おこれでいける。もう一組重ねときたいかな。厳しいぜ、親リーチ。イーソーが2枚取りした。スランコ？なあ、厳しい。厳しいぞ、2万。3億いいじゃんって。何食どっこやん。あ、ローソーとか無理だろう。何？言うけど。あ、だんだんへたれていくな、これ。なんか来てるしな、先生も。朝ピン B1 リーグ 32?3 着2着っていうかな。ああ、言ったらもう余裕でしょ？こんだけ先行したら。あさみは A リーグ上がったら東京行こうとかって言ったら、まあ、その前に M リーグに入ったから、もう、さっさと引っ越しちゃいました。昇級確定、あさみん情報。本日のあさみん情報。最高位戦の3着2着だと、まあ、素点の分だけ、あんまり動いてないってことですね、大体ね。普通は。ん？難しいですね。サンマオンリーですか？いや、なんか個室やろうかと思ってまして、もし次ちょっと募集してみますね。打てる人いたら、遊んでやってください。昨日もサンマばっかりやってたんですけど、昨日は11戦、ひたすら団員戦を打ってました。
なんか打つ人います？ちょっと打つ人手を挙げてください。打てますよ。この後、この後。一応これの次、個室対戦をしてみようかなと思ってるんですけど。4万7。はい。わかりました。あ、結構いけそうだな。じゃあ、タクタクそうですね。いけそうです。タク割りにはならずに済みそうです。手なりです。手なりおじさんです。おや、手なりおじさん。出た。変な中袋。どういうことですか？シュートとか打ちたくねえな、これ。うわぁ、はい。Mリーグの話は来てないですね、会社の話。おえぇ、ねえ、ネクリー。解説は、プロの人がやるんじゃないですかね。多分。知らんけど。知らんけどね。実況コアミさん。そうなんですけど、なんかね、有観富士杯は関西の方ね、まだ日程決まってないんですけど、10月ぐらいから始まる予定です。くっつき。どっちがくっついてほしい？パーソーがいいよね、パーソーがね。スイン。一通は諦めて。シャンポンからの変化の方がいいかな、チートよりはね。一応一枚ずつ飛んでるけど。スーソーパースを引いて。あ、お前なぁ。お前なぁ。一旦ローディング。ヤオピン薄いな。ルーピー引け。ああ、どっち？実況なんですけど、なんかもう、すげえ、これもう、結構周りに言ってるんですけど、すげえ大物呼んでほしいなと思ってるんですけどね。古舘一郎。マジ呼んでほしいんですけど。いや、できそうな気すんだけどなぁ。麻雀知ってると思うんだよ、多分なぁ。麻雀できるという話は聞いたことないですけど、ないっすよね。なんだ？そう。点数計算はね、なんかフォローをつけばいいじゃないですか。マジやってほしいんだよな。それだけで多分すげえ見てて面白くなると思うんだけど。ほら
勝負じゃ、あー、積もられてーい。変態だって、マジか。いや、それを周りがフォローすればいいじゃんっていう感じなんだけど。マージャンさえ知ってくれていれば、だいたいできそうな気がするけど。この3曲、うん。アベマの、いや、アベマだけだと、アベマだけなんのかな？いや、俺、アベマだけだと今と変わんないような気がして、絶対地上波でやってほしいんですよね。じゃないと、あんまり、B2B、か、あるしな。若い頃のトーク、今はそうなんだ。そんな元気ないのかな。いや、俺別にその気するけどな。スポーツ実況の人がいいと思うんですよね。プロレスに、辻吉さんだな。結局プロレスかよって話になるんだけど。そういう盛り上げ方した方がいいと思うんだけどな。個人的には。だって今見てない層にアピールしないと。ね。せっかくできたんだったら。と思いますけどね、僕はね。もうすでに麻雀番組いっぱいあるわけだしね。アベマでやると、結局 RTD と見てる層は同じになっちゃうし。ね。と思いませんか？テレ朝の深夜でもいいから。あー、どうしようもないな、これ。結局これかよ。いい、バレ元でいい、リーチだ。シャアラグってますよ。シャアラグってます。パーピンもなんならラグってますよ。あー、消的な要素は欲しいかな。あった方がいいと思うんですよね。マージャンガチでいいから、なんかそういうところがないとね。見せるときのおまけの部分というか。あ、ありがとう。1つ。さあ、3ピンかチーピン入れよ。残念、賛成でした。何、2曲。はぁ、あ、三平おじさん。会社違い、確か。なんかね、そういう、なんだろう、今までと違うっていうところは出してほしいなって思うんですけどね。で、まあ、なんか、ギャラ的には全然いけるじゃないですか。多分。出せそうな企業が、ワンサが揃ってるじゃないですか。おう。おう、カンパーピン。ちょっと行っちゃう？シーソー引いて、サブロック急走。ああ！カンスーピン。わあ、24K。モラス受け。うわ、遠っ！ん？マス受け遠いけど、さあ、手軽いな、これ。どうすんだ、これ。
金直。金マン作らんと話にならんのか。はぁ、あ。それか、残休直。うおぉ、あいや。早いっす。先輩早いっす。うわ、ラスター。腹立つな。ポイント減らしました。615。どうやら関西に来てポイントを60ポイントだけ積み上げて、今回はフィニッシュとなりそうな雰囲気なんです。じゃあ、個室やりますか、個室ね。はい。ロビーの移動を暗号して、今日の日付よりは、今日の日付とか一緒だもんな。じゃあね、3904。3904にします。で、東南線の、これか、右の3番目のやつにしましょうか。お願いします。はい、OK ですね。じゃあもう動かしておきますんで。これ、なんか、だから、まあそうですね。お、はい。これ合ってますよね。はい、お願いします。4マか。自転車男子。カルゴの社会と家が好き。家と読むのか、うちと読むのか、どっちなんですか。本日17時、女流大花 A リーグ、秋、東、石田、菅原、実況。なんでさ、実況だけ普通に直ったとか、ヒロ教授と山田ヒロ君かな。多分そう。山田ヒロ君も昔から知ってるんですよね。彼、灘高なんですけど、僕は神戸の雀荘の、フリー雀荘のメンバーしてて、彼、灘高ってね。それだけでなんとなくわかりますよね。あとは想像してください。結構ね、神戸にいた時の雀荘は、今にしてみれば、面白いメンバーが、いっぱい、面白いメンバーというか、まあ、お客さんでも従業員でもいっぱいいたんですよね。一番変わってんのは、漫画家の押川雄太郎先生が、実は僕より先輩のバイトだった。押川さんは、江南大学だったんですね。江南大学の漫研だったんです。もうまた発想、そして安排がない。イーシャンテン。よし。これも2飛びだ。もう切り込んでいくかな。一応落としていいよね。ねえ、心配。うん、はいはい。はいはいはい。もうちょっと。いいシャンテン復活。都合よくリャンマン引かねえかな。都合よく。がぁ。うわ、来た。おぉ、3万。リャンマンギリギリで3万。ペンちゃん。ヤンマントのシャンポンにはしなかった。
そう、あとね、101のナルオカ。ナルちゃんは、僕より1個下だけど、年は、101で先輩だったんです。結構な先輩だったんです。なんかツイッターで、よく炎上させる、ナルオカ先輩です。あと、この間、麻雀最強戦で、豪傑発見っていうのが出てた、プロ連盟の横山さん。横山さんもバイトの先輩です。バイトとか、まあ、グッドラックとチャンスの先輩です。横山さんもね、横山ホットブラザーズって、これ絶対関西の人でも知ってる人がどれくらいいるかっていうね。横山ホットブラザーズの、ノコギリの人の息子さんです。知らんか。若い人だったら知らんよね。てか、俺もホットブラザーズをちゃんと見たことはないから。あ、どうだ。一応、金吹雪に。おかえりのパスを。アンスチーズを、ね、ああ、ワンチャンストライク。すげえ、リアンティング引いてるじゃないか。アンス薄くなってきた。あかん。あ、広告ありがとうございます。待った。待ったよ。泣くよ。天狼品な。チュン。どうしようこれ。短期の方が良さそうだもんな。いいや。どっちも、チーピンはまあなんとかしても、パーピンどうなんだろう。チーピン来てるしね。はい。もうテンポ維持できるかな。酸素、気持ちには通りそうだけど。じゃあもうリーチしてないから、いいや、無視で。よしよし。はい、て。何待ち？サクロキンか。げ、トロカレヤンマン。ゼロメンツ、これ、これはちょっと面白くないね。なんだ？何が？何が起きた？あれ、切れちゃった今。大丈夫？何が起こったの？大丈夫？
いいぞ、ゾンビチって。裏金ヤンマンなのにこんなサイマー早い二人がいると、そこ固まってんじゃないかなって、不安になるよね。チートイでもすっか！もう、サントイツでヤンマンも一応使う。ね、切らなくていいし。ありました。方針決まりました。この曲の。ということで、あんたも好きね。そうですね。そうですね。しょうがない。もうだから、上がるぞ、ギシでいいんだもん、これ。なんだろう、これ3枚やりすぎかな。なんかこれぐらいの手だと、全然やる気が起きない。まっすぐ、まっすぐ、なんか、テンパイ取り、なんだろう。お、いいじゃん。こうか。サンピン、微妙だけどな、こうなると、マンズの上目とかが狙えるか、チープソーズ、マンズ789のコースでしょ？まあ、白髪は当然のコースとしてな。なんか2枚か、なんかいいや。サンピンもとりあえずはまだいいな。だから、運送とか、今のうち話しておきたいね。そうそう。かっこいいな。スーピン、かっこいいな。白が2枚目。トーンはションパイ。よし、カツも2枚目。モッピンか。まあ、カツよりいいか。全然誰もリーチかけてこないんだけど。酸素違うんだよ。酸素も持ってるんだよ。メンツいったらどうだろう ?6 チッパでしょ、ソーズで2メンツできてて、2シャンテンぐらいになってそうだよね。あの、ヌルアンマーウーマンのシャンポンが残っている形で。ランピン。アーマンが出てきた。まあ、ソーズってしのぎますか。なんかテンパイも厳しそう。チュン、チュン、チュンもションパイ。もう無理。酸素ってしのぎます。脳天です。脳天おじさんです。してスイープに統一落としたか。ヤンソーが1枚飛びの酸素のチャンス。1人ですよ。今日もぼっちでございます。全部なんだ、全員脳天だ。ふう、今日はね、個室対戦やってます。さっきちょっと第2戦、3番の第2戦打ってたんですけど、多分今ね、見てる人がそのまま個室に入ったんでコメントがね、少ないと思います。お、いいハイパイじゃないか。先手取れそう。いいペーコーか。みんなカジアンと共演 NG なのかな。え？そうなの？そうだったのか。
対忙しいんだよ。いや、どうしよう。ちょっと本一も見て。2000点になりそうだな。どうしようかな。どうかな。イスマン。スチピンスマン。何万、3万、9万ポン。1枚目の白は、ちょっと打点がね、泣くと安いんで、親子ドラポンだよ。宅配全部出てるよね。チャンタとか嫌だけどな。すまんでいいでしょ。カンパーピン払ってきて、うまいやつになった。まあ、なん。ドラドラ。お、やっとちょっと頑張りたい。丸いね。丸いよ。ゼロはもう共演 NG されてると認識か。ゼロさんどっち？ゼロさんも別にされてないと思うけど、ネタだから。1枚目の白は、まあ、打点がちょっとね、高くならないんで。タイヤオ。タイヤオ中。タイヤドラドラがちょっと泣いてってもいいかなって気がするね。スーマン、ローマン。ルーピー持ちしとこう。ということで、一応、本材残して、ドラのアンコに備えつつ、お座りアンカーム。ダブルベンツのとこだからね、ウピンって。一応、こうでしょ？こういうのすげえ呼ばれそうだよね。ダブルベンツのとこだとウピンとりあえずチーしといて、で最終的には、まあ、ソーズが、残ったら感じそうぐらいかな。かかるけどね。まあでもやっぱカウンソーしといた方がいいのかな。ドラ引いたらカウンソースーソになるしね。今日声ちっちゃくないですか？そう？あ、そこのマイクこっちに持ってこようか。後でやっとく。あ、そこね、そう。昨日ね、ここでするときにね、サイドテーブルに置いちゃったの。え？ポンだよ！なんだよ、ポンだよ、そのまま。ああ。トリドンと共演人人妻だからと釘を刺されたらしい。トイトイダッシュ。トイトイダッシュ向きのやつ来た。ほんだ。トイトイダッシュだ。今度はさあ、知らんぞ。何発1枚ずつ切れた？保険をかけない。
このやり方結構昔よく使ってたんですよね。なんか9ピンからポンしてもう同じばっかり残して。9万とか良さそうだけどね。やっぱ地の方がなんとなく抱えていて安心感があるというか。ああやべえ。お、ほら。声聞こえやすくなりました。そうそう、昨日と多分ね、マイク位置が違ったんだよね。南流、南流。南流。どっちでもいいよ。スピン。スピンか手から出てきたように見えた。ハマー。昨日も一人です。昨日は一人で延々と第2戦打ってました。11回。圧が切れてしまいました。ポンだ。マジ共演 NG 説。やめろやめろやめろ。C マンとかなんか親の、あ、でも2枚見えてるからな。あと金詰まり、それどう？チーできるって感じ？そうだよね。これで最後数万だから、4万カンチャン払ったのこれ。やめろ！え？ゾーン。これ当たんの？こんなん当たんの？短期とかあんの？いやいや、ないよね。銀河シーン。ダブなんだからちょっとダメなのかな、一枚切れとはいえね。これ大事だもんね。三崎中は仕事なければ来た。忙しいんですね。ウーピンここでラーメン。だからもう大丈夫だと思うんだけどな、普通ね。はい。ツン！書いてみようか。空だった。ツン空だった。お？え？あ、そっか。換算マンからサブローガンの人か。なるほど。またチート用事だな。みんな結構でも仕事してんじゃないですか。夜が夜ならウーピン危なかった。本当ですね。数ピン切って、午後、ゴゴロチ？ニシシ？ん？ニシシ、ゴゴ、あれ、ちょっとわかんない。わかんない。とりあえず泣かないこともちょっと危ないから。なんかチートっぽいけどな。ゴゴロチ、ニシシでしょ？それでいいのか。で、そっからパーピンチして、換算案に受けて赤馬引いてじゃないかな。何の一曲でしょ。何の一曲、何の二曲か。何の一曲を見てみましょうね。
下茶が初を切ってきて、二万を打ってきよったで、二万を打ってきよったで、って言いまん泣いてないで。さあどうしよう。何打ちたい。何打ちたい。お前か。ローマン泣いてないってこと、サブローマンとソーズ周り、シモちゃんは、え、親は、親はローマン手から切ってきた、あんにゃー、ローピン、あー、テンパチった、これすんげー、チーピンで待ちてーなー、チーピンで待ちたい。ほら、いとった。あこえ、あこえ、あこえ。あ、止まられた。止まられた。ちょっと待って、ここもちょっと見よう。何の位置。チーピン待ち。くそー、負けたぜ。この町にせんのかい。なんかチーピン町の方が勝ち目ありそうな気がして、どうせドラなんか持ってんでしょとか思いながら、当たるかもしれんけど、何着今。さあ、イーペイコー含み、イース層がちょっと薄め。あ、これでいいかじゃあ。イーペイコーと。連想重なったらなんなんでいいけどね。ダス。トラやで。トラやで、おじさん。なんでたらポン。ローソーチーソー、どっちがいいかな、ハンズの方が安いよな。いっちゃこら。一直。ラス引いたら野宿とか罰ゲームないの。野宿か。場所によるよね。この季節、野宿そんなに罰ゲームなんないしね。暑いけど。なんなら酔っ払って始発待ちとかよくやってるから、別にここをキャンプ地とするって、なんかそういうのないとちょっとね、確かにね、罰ゲームか、ご褒美もないと罰、ご褒美ないのに罰ゲームか、なんかちょっとね、100均でね、お面とか買ってこようかなと思ったんですけどね、それもなんかもう秒で終わるね、もうとかぶって、最初かぶって、イエーイ出てきておしまいみたいな。すごい。一個。残念。これで、ちょっと迫ってきたよ。マンズが多いぞ。マンズが多いけど、染めるほどでもないかな。ローマン引いたらどうしよう。数万とかね。ちょっとね、ここら辺。いけそうじゃんね。7、8、9? 無理だね。なんでしかないか、ほんとこ。蚊に刺されそうで嫌だ、確かに。今時結構ね、地べたゴキブリ張ってくからね。それも嫌だよね。お?いいじゃないか、いいじゃないか。ちゃうか。じゃあ、乱面になるな。スースを引いたら一応さ、ドラウケとかできるから、
ん？いよいよ本格始動が始まるんじゃないか？パーマン。パーマン、数万、飛行。連続系。お？緊急回避の一通。あ。一応イーシャンテンはキープしとこうか。全力やな、ドラム切ってるしな。もう想像はないでしょ。何が残ったの。満足画面くらい。よくあのサブローワンとかね、ドラ切ってるしなぁ。いや、あ、そうなんの。じゃあリーチだ。ほいさ、取った。ペコ。スチーマ、2467とか、2456とか。見逃しだ。あー、バカ野郎、取った。トールちゃん。そう、神茶さんはなんやねん。なのでドラが3枚見えた。もともと2差し含みの仕掛けなんだろうな。ヌリッチと神茶の下茶は分かりません。でもこれウーマンチーマン、あ、その二度受けがあった。二度受けじゃねえや、そういうやつ。一部こっちも安いだろ。2000点。お、不幸中の幸いが、ローピンっぽい、ぽいぽいするぐらい。ん？オーラスか。とりあえず、ま、いつまで届かないので2着狙いですね。3色。ドラ1、OK。でもまあ、ドラ引きはね、条件満たすからもう、単品とかでもいいんじゃないですか。どっち？想像の方が安い。米読むアプリは今日はまだ使ってないですね。単品。単野を一丁でもいいね。お、いつもまあまあいいね。あとは、ドラ引かなくても、どこがいいんだ。想像はなんか全体的に雰囲気はいいね。欲しいね。お、ドラ出てきた。俺にくれ。俺にくれ、ドラ。はぁ、あ。う。1個。イーシャンテン取りました。うお、あんなに腰を使ったローマン。これそうもう。
もういいよね。どっちだ。3点差、リーボーを出して2号差。トイメンは、脳天にしづらいはずだ。あれ？あれ？OK、OK なら OK。あ、これでラスに落ちよった。何点上がればいい ?2、6。ハイパイはよし。マリチューとイチャイチャするカジアンを許すな。羨ましいか。ちなみにイチャイチャはしてないけどな。マンツも、ほんとだ。マンツモか。マンツモ狙おうか。頑張って。まあ、トライチあるから、ここ使えば、もう換算はいらないよ。換算、完了マンの部分いらないよね。マリチュー来るとき教えてください。いや、断る。断るよ。マリチューに挑戦が本編だと思っている。最強戦見てますね。ありがとうございます。今度は土曜日ですかね。最強戦ね。ゲスト誰なんだろう？ゲストはね、交番票が届いております。スーパーおかんさん、ありがとうございます。泣きてー。泣けねー。お。舞台は整ったで。リーチだ！この野郎、裏ドラ確率を高めるためにルーピンを切った。珍しいことしたね。まあ、どっからでも上がるよ。もちろん。バリチューに挑戦。あ、日の前。元最強戦があるですね。やめろ！リャンカンからチーしてチーマン泣いてない。サブローワンリャンウマン。俺の現物が危ない。俺の現物切るなよ、3万とか。切るんじゃねえぞ。あれ、ローマン取った。あれ？ということは、あとなんだ？マンズはセーフ？ピンズもう一回あるとしたら、ウッパーピンとか、どの辺？おい、やる気じゃねえか、おい、あいつ。あ、サマンゲームズか。いないです。あと、ソーズもか。ソーズも残ってんだな、普通に。雀荘通ってるから、もうなんかこれ出そうな気がするな、普通に。もうローマンのイメージだったし、まあまあ1枚ぐらいいっしょ。いた。ウーラドラ、ヘイ、ウーラドラ、ヘイ。あれ、オッケーってことは、わ、これ、シャーニューやん、これ。ブラドラ乗ってないってことやん。あ、ゴルマンガンでも浮いてなかったから、どっちにしてもシャーニューやん。お！来たー、ボーナス。ボーナス来たよ。大熱戦、ほんとね。タツ出てもおかしくないからね。いつどっから出ても。よし、つか。タツ雀荘の形でもいいから、雀荘、まあ、とりあえず次はシャアだな。初がポンできればね、何の問題もないんだけど。うん。シャリか。
早い。知るか。全面戦争じゃ、こんなもん。ほら、編纂層上等じゃ。はあ、はあ、グケイシャンテン。知るか、全ツパや。はあ、二軒目来たね。もう、どうしよう、これ、ウーマン来てカンパンマン追っかけか。イソ取った。9万、ちょっと切りづらいしな、さすがに。ウーマン切って、あおう、あおう、終わったで。ローソ9層、シャンポン麺。はい、以上でした。ありがとうございました。ちょっと何2曲からね。何2曲見ようか。何の2曲。これな。トイトイおじさんな。多分、ピンズは、あの、神茶のピンズは、ボゴロチ、西市だと思うんだけどな。もしの記憶が定かであれば。あれ？違った。サブローピンの天杯からの間違いか。はぁ、あ。そういうこと？ああ、なるほど。あ、2は持ってなかったんだね。最初からパーピンチーサブローなんだ。2見間違えてたんだ、じゃあ俺が。はーい。2が照らしだと思ってた。やばいね。これね、これつもぎりでしたね。はい、すいません。これは勘違いでした。はい、次。これドラのパーマン下茶かチーピンは1枚あ2枚チーピンも持たれてダメだ。何がチーピンがいいだよ。バカじゃないの。本当にあんこやん。ドラなるほどね。このウーパーピンをあげればよかったんだな。チーピンポンセブローピンでも俺空手だしな。はい。チーピン残念。残念でした。はい。そんなとこっすかね。あとなんか。じゃあ俺次行きます。次行って一回休憩して。この右さんです。行きますよ。じゃん。押しました。対戦ありがとうございました。泣くまで時間かかってるからまだテンパってないんじゃん。あそこ見ときゃよかったか。まあいいや。2戦目。1戦目は何着だったっけ？さっき。2着か。そうだ。2着は、うん、そうそう、27いくらまでいったんだよね。なぜかサンマの方に1人入ってるぞ。東京くっそ暑いけど大阪もね、まあまあ暑いっすね。くっそでもないけど、まあまあ暑い。でも暑いのか。でも台風来るでしょ。台風来るから、少し下がるよね。台風も大変だけど、暑くないのだけは台風のいいとこだね。関東やばいし、湿度 90%。
そういう時こそ飯田橋ロンに行ってくださいよ、飯田橋ロン。今ロンリーグやってますよ。一発ラドラなしの、多分一択。お、いいハイパイ。いいハイパイだね。はーいって。行くんかい。飯田橋ロンの、はい、殿の会。まあ、麻雀のサークルでございます。佐久間湯おるね。佐久間湯さん。佐久間湯さんって有名人？直接名前は。あ、ほんと。エアコン効いてる？あ、エアコンね、効いてくださいよ。ノーマーク爆破灯の撮影、ロンでもやったんですけど、それはね、ちょうどね、エアコンがまだ、変えてないと言ったんです。今年の夏、もう、エアコンが全然効かなくて、もうお客さんから暑い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 って、もうすんげえ言われてたんですけど、なんだっけ、馬力のいいやつを買いました。で、変えた。そしたら、とりあえず、暑さ対策、ポンだ！本当か？本当か？ドラポンしてサブロッソ。まあ、下茶国士だからな。なんか、むしろ、もう泣かないぜ。儲かってはない。いや、暑いからお店に来ないと言われるぐらいだったら、ここで、先行投資しとくわ、みたいな。んで、うちの家のエアコン、僕の部屋に1台あるんですけど、もう1人おかんの部屋があって、おかんの部屋エアコンないんですよ。で、もう年なんで、そっちにエアコンをつけようと。で、ロンについてたエアコンを取り外してもらって、その家にそのままつけてもらったんですけどね。だからそのエアコン業者さんが、取り付けしてもらう2日前に、腸閉塞で倒れちゃって、入院しちゃったんですよ。すいません、梶本さん。入院しちゃって、早ければ1週間で出てこれるんですけど、って言われて、ああ、はい、大事にしてください。よっから大事にしてください。いや、そのエアコン業者さん、取り付け業者さんは、ヤフオクで見つけたんですけど、その人。すごいいい人で、今年の春先もエアコン変えた時にその人に頼んで、で、そのエアコンが実はもうちょっと家庭用で全然ジャンソーの人口密度高いところにちょっと耐えるようなあれじゃなかったんで、もう変えようと思って、じゃあそのエアコン業者さんに入れ替えてもらって取り外した方を僕の家の方にちょっとつけようみたいな。そうなんです。そういうことがありました。どんだけエアコン変えてんねん。まず去年1台新しいのつけたでしょ？で、古いやつを今年の昼取り外して、もう一個新しいのつけて、で、サーキュレーター2台買って、みたいな。やっとお客さんに寒いと言わせました。はい。もうそこ、寒いと言わせたらこっちのもんです。なんせね、ジャンソーで熱いのとかちょっとやってないんで、本当に。ジャンソーはキンキンに冷えてやがるっていうぐらい、冷やして、で、外との差別化を図るという。ああ、チャンスを来てよかった、やっぱ涼しいしなって言わせないと、こっちの負けなんですよ。カジナにお願いがあります。全自動宅をください。いや、もう、すいません。うちその余裕はないっす、今。もしかしたら今ある台を入れ替えるときにあげられるかもしれないけど、ただし止めてきてよ。引き取りに来てよ。いいロンの階段を運ぶんだよ。千枚階段。一回まで下ろすんだよ。専用のサイトある。業者比較して依頼まで。そうですね。僕は、ヤフオクでエアコン見つけて、で、ついでにその、買える業者がいるっていうふうに聞いてたんで、それで、去年もそれで対応したんですけどね。
2枚切れ。ジャンサク見ましたって言うと割引ありますか？割引な、うちしてないんだよね、割引基本的にね。そうなんですよ。クマン、現物。ドラポンおじさん。あ、ウマン、どうよ、ウマン。チーだ、ヤンメンチーだ、ローピン。パス。ヤンメン、サブローピン、ナン。いけー、移動キャンプで、お、うまーい。コンビニの両面落としは何だと、あ、利息な、てんでん。助走して JK オープン出てゲットする、確かに。自動宅もね、結構ヤフオクとかで探したんですよ。まあこの 4O のショールームさんで配信してる時にヤフオクとかいう話題がふさわしいのかどうかは置いといて、なんならさっき社長と会って、社長どこ行くんですか？つって、え、和歌山まで行ってくるわー、言ったら、あ、いらっしゃい、つって、6時に帰ってくるから、つって、はーい、つって。その社長の持ってるショールームでヤフオクの話をするのはどうかとは思うが、まあ実際は探してたんですよ。自動宅高いからね。うちは中古でいいけど、中古でいいけど、やっぱ大会とかするから、点数がちゃんとしてるやつとか考えると、まあまあ高いんですよね。飯田橋ロンの売りは、僕と殿の会っていうサークルです。ぶっちゃけ、セットチャンスを出るとね、いわゆる常連さんの売り上げよりも、大会と、殿の会の人たちが、ノーレートの麻雀やって、ロンリーグでやってくれるのが、救いでございます。カレーがうまい。カレーはうまいっすよ。カレーはうまい。間違いない。いや。そう取るでしょ。ジャンソーカレー食べ歩き職人のお店。あ、僕昔でもね、ジャンソーのカレー巡りの記事やったことありますよ。5店舗ぐらい回りました。どれだよ。どなたよ。ピンピンギャンピンなんか通るのか通るのか、シーソーパースの方がいいかな、白ションパイ、うん、無理。はぁ、どうしよう。シーソーパース切るか。しゃあないな。もう、この時点ですでに、私のやる気スイッチは、もう、オフになっております。あ、白取った。白取ったで。すまん取ったで。ヤンソーは泣かれんかったで。ロッソ出ました。風邪ひいてんの？なんかね、鼻水出ますね。クマン通ったで。じゃあクマン通すわ。なんか鼻水が出ます。風邪なのかな？お、あー、積もられた。何積もる？イスピン。捕まってます。漫画です。漫画にしてください。羽間になりました。ついてないです。以上です。ドラドラ。よし、頑張ろう。ドラドラだけど、ドラドラで上がるのは、ちょっと大変かも。トンラスおじさん。パス。インチキ外国人。インチキ外国人っていいね。名前がいいわ。どうしようかな。役配化されたらちょっとドラドラで曲がりやすい？シャーとかいらねえんだけど。チートやってもいいけどさ。
チート言ってもいいんだけど、じゃあもうチートやるならチーワン切っときゃよかったか。な。で、シャア残して。それがよかったかな。まあ、結局、タンヤオ方面に行くことになりそうですけど、シャア、統一残してて、チーマン切って、ウーマン残して、なんか切るみたいな感じかな。なんかタンヤの方が良さそうなんだよな。タンヤっていうか、ごめん、タンヤじゃない、薬杯。薬杯本からの、ドラ統一がいい感じだと思うんですけど。さあ、パンパンや、目いっぱいや。インチキ飯田橋ロンのオーナーやって。なんでちょっとプロゴルファー猿っぽいん。わいは猿や、猿ゴルファープロや。で、知ってますか？ソポン。スピポンはいいです。ヤンピンチームいいです。スルーです。おお、いいじゃないか、いいじゃないか。ソーズがもうちょっと変化したら、パーマ頭のままいけそうですね。あいや、全然間に合っとらんです。はい、ワンタン、2000点。何のニュー？またなんか接戦っぽいぞ。楽しいね。接戦いいね。よく打ちながらコメ見られますね。うん、まあそんだけ集中してないっていうことですね。本当はそれでいいのかっていう話なんだけど。まあまあまあ、そういうのもね、番組なんで。朝ピンとかでもなんかコメチラチラ見ながらやってたでしょ？それぐらいですよ。なんとかできる、なんとかなるもんっす。俺はドラがシャアなんで、かなぁ。手なりおじさん。お、チーソー引いたらちょっと3色と一トゥーが見えてくる、一トゥーが。朝ピン叩いば苦戦中。なんでや、なんで知っとんねん。朝ピンの番組見てないんだ。そうなんだ。見たれや。CM で、あーとか言いながら。お、ドラ切ってきた。生意気。いらん。スーマンもいらん。スーマン。まあ、スーマンでもちょっといいか。これなんか一目つできそうだな。ということは、もうこの、カンパーピンとか、もううんこメンツですね。うんこターツ。うん。貴様は頭に、広角じゃ。キューピン頭に広角じゃ。ついで3着2着。あ、3着2着はでもいいんでしょ？もうキープだから。着順、ポイントキープだから全然いいんじゃないですか。カジアン出てるから見てるんです。ありがとうございます！もしは2枚切れ。決まらん。カンパーマンの1通、想像の1通とカンパーマンっていうのが良さそうだけど、多分マンズ数万の周りに引いてもそれもいいと思うんで、まあ、どっちかになれば。キューピンっすか。じゃあ数万キルはさすがに。チーマン9万ね。重なってるんですが。仲間編。ドラが、もう赤が勝負ですね。にゃにー。親リーチ。リーチ。みなみちゃん。ギリー。今日は狂犬さん来ないの。狂犬さん大勢の人だからね。この番組見て来てるわけじゃないと思うからね。なんと、そこはか。セーフ。漫画つもりいいでしょう。離れた。平たい場の均衡をぶち破りましたね。うちが好きさん。うちが好きってことは家庭内を平穏にしたいわけでしょ？平穏な家庭を今あなたはぶち壊したわけですよ。どうなるか。一家離散ですわ。なんといつ、イーシャンテン取ります。昨日の国士連発、確かに面白かったね。なんだっけ、トンパツに僕が、
子供の国士打って、残り2000点だったかな。2000点になって、そっからもう一人の人が親の4万8000の国士打って、俺が助かるっていうね、ラス抜けるっていう、叶いましたね。なかなかの珍場面でしたね。いきません。数ピンでもいいよ。数ピンでも、いいピンでもいいよ。そしたら何々と落としていくから。関西風に言うと漫画。漫画。あ、これでいいじゃん、3色。3色かドラ。お願いだから、リャンマンから引いてくれ。リャンマンから引いてくれ。もぎり。最強戦、ニーチョは滑ってるの自覚あるんですかね。いや、あれ滑り芸でいいんじゃないですか。くー、くー、休め。カン・リャンワンです。全く賞賛はない、カン・リャンワン。トイメンが持っているかもしれない、カン・リャンワン。クミちゃんも持っているかもしれない、リャンワン。チモチョウはあんまり持ってなさそうな気がする、リャンワン。押してくるじゃないか。お父さん、さすが、もう家庭を崩壊させたらもう好きなことやるって感じですね。あれ、統一落とし？なぜローマン統一落とし？統一落としのこと、問い音って言います？皆さん。問い音問題。初め言われたとき、おい、何言ってんだ、この人らって思って。問い音っすか？当然、若い人たちが言ってるんですよ。問い音って。もう、雀荘とかで言ってる人いんのかな？あ、3色変わってた。で、ワンチャンとかも多分ね、学生たちが雀荘で言い出したのかな。これ、それ、10年ちょっとくらいかな。東京六大学リーグっていうのを、仕切ってたんですよ。各チームの選手を集めて、で、結局2年ぐらいやったんですけどね。その時に、いろんな学生と会った時に、ワンチャンワンチャンって言われて、何それ？ワンチャンは日常生活。ワンチャンはワンチャンっすよ。意味がわからなかった。カン・サンワン対カン・リャンワンですね。はい。ワンチャン言うたら王選手、そうですね。背番号1だからワンチャンっていうのかなと思ってましたね、僕も最初ね。それもあるんだろうけどね。王さんを。本当、あ、でも一度でいいから、王貞治の麻雀見たかったな。もうやんないだろうけど。現役の時に、前は打ってて、長嶋さんは、ロマン派、王さんは堅実派って、まあなんか野球もそんな感じなんでしょうけど、麻雀もそうだったらしいです。で、王さんは、後輩が自分のところに、打撃のことに相談されるときに、麻雀打ってたりして、あ、じゃあこれ終わったらとかっていうのが嫌だから、麻雀はやらないようになったらしいです。いい話ですね。飛んだ。もう、親持ってくる。だったら数ピンから泣けやって感じですけどね。しっかりローピン通してくんねえかな。そしたら3ピンとかポロッと出てきそうなの。Mリーグ解説のオファーナイス。僕、とりあえず今のところ仕事の話は来てないっす。
逃げられるさあ、親だ。マンツモで届くじゃないか。お、ドラ。第一つもがドラ。これはちょっと九州九杯じゃない。数風連打が嫌だから。一応、やっぱりから切りますよ。赤ウソ、押し。ボロチがあるじゃん、これ。急速切っても。なんでもいいよ、これ、テンパれば。テンパればなんでもいいっす。中根っす。赤発射。パーソー良さげじゃない？これ、パーソー。このドラ切り2人。ドラ表だけどパーソーがいい、レアなパターン。じゃあなんだ、国士？国士？国士？なことないか。パツ切ってるもんな。ほら、引け。なんだ。そこまでパーソー自信あったら、さっき赤ウソ切っとけよって話ですけどね。いや、そこまで、すみません。ローソー引いたら普通にドラ切ってる位置するんで。あー、パーソー流れてる。2枚もいってる。腹立つ。やろう。もうさすがに感動層にせざるを得ん。本当にそうか。あと1枚のカン、あと1枚のカンパスの方が流れるんじゃないのか。え、雀荘関係者はダメなの？絡めないのかな？一応セット雀荘だけどダメ？ダメか。そんなん言ったら多分雀荘関係者多すぎでしょ。投げない。剣舞中。投げない。ここは電波りたい。投げない。あー、リャンピンとか言っちゃうずー。知るか。取った。取った。ババさん、ババさんと僕は明日ちょっとね、最強戦のね、練習セットやりますよ。したね、頑張ってもらわないときに。皆さん、ちょっとその時話聞いてみよう。どうでもいいけど、テンパらんで。この切り出しでさ、イーソー暗冠でさ、3ピンって何なんだよって感じなんだけどね。たまん泣かせろっちー、お持ちせざるを得ない。せざるを得ない経典おじさん。ファースト出たらチして3万。おお、相撲が飛んだぜ。そうしようか。ああ、何それ、関数層。はい、そうでしたか。法廷ドラ参りました。すげえ、すげえパスが送られてきたよ。さあ、目標は？ハネマン。ハネマンですか。とりあえず、ハネマン作りに行きましょう。ハネマンしないと何も変わらない。か、満直かだな。満直シャーニュー。ん？そうだね。お、ハネツモ、リーズモペイドラドラで、裏一でいいじゃんね。見えた。うっかり自動上がりをさんとこ。野宿チャンス。
チャンスじゃねえし。帰るし、俺。なんならバスの中で寝るし。今日、100円ショップで、この空気枕みたいなやつ、もう買ってさっき夫婦膨らましてたんだからね。バスの中で夫婦膨らますと、ちょっとなんか嫌、なんか変な目で見られて嫌だから、あらかじめ膨らまして、カバンの中入れて持っていくんだから。あれがあると少しも違うのかなと思って。今日はね、トイレに行きやすい、トイレに行きやすい場所だったらいいな。さあ行くぞ。サブロッソ、枯らすなよ。サブロッソ、来た。イーペードラドラ。一応どっからでも上がれるのか。な、どっからでも上がろう。はい。三着浮上。もしくは、積もれば2着まである。東京まで歩きでって。サル岩石じゃねえんだよ、俺は。学生の頃だったらね。東京まで歩いて何日ぐらいで着くかな ?10 日ぐらいで着く何キロあるんだっけ ?800 キロぐらいあるのか。じゃあ、2週間ぐらいかかるな。10日じゃ無理だな。いい棒出たで。親の現物酸素やで。ほら、家が好きさん、俺に飛び込んだらシャーニューやで。ここは家が好きさんの器が試されるとこだ。どうぞ切ろう。さあ、酸素だ、酸素、現物。親の現物。ほら、嘘も取った。なんとなく想像通りそうじゃん。全然その根拠ないけどな。もう手詰まって酸素切ろう。違う。会社が違う。会社で数字違う。ああ、積もられた。エンドが、OK、OK です。ワンモアチャンス。ワンモアチャンスだけど、これで、うお羽根つもでも届かん。羽根つも3着。トイメンからだと、シャーニューするんですよね。マンガン直で。イーペイドラドラ。いやー、なんだ、勝てねえ。ハネマンか、ゴロチ。ゴロチだな。ゴロチの三色。一応両脇だったらいいけど。赤欲しいな、一個。赤ないときつい。ダブッシャー。このおじさん受けますね。あ、俺のことか。ごめんなさい。アベマのコメント初めてちょっと今目にしましたけど。このおじさん受けますね。受ける受けるって来てる。秒でパスを押さなく。ダブッシャー。受ける受けるだけで、5文個、5つぐらいコメントあるんだけど。受けられてる?受けるって、男性の方、人あんまり使わないような気がするんだけど、そんなことないかな?なんか女子が言ってるイメージがあるんだけど、受けるって。なんかどっちかそうだよね。この、アベバフレッシュ見てるのは、そんなにおもろいとこあった?ダブロンどこじゃない?ダブロン受けるって書いてあった。受け流すでって。違う違う違う。で、とりあえず単ヤオにしとこう。単ヤオにして、ゴロチになるか?こんなもんならねえだろう。ドラ1個でリーチかけて破熱も狙いか。チーマンとか引いとくと一応、あー、ヤンマン出てる。破熱も2着見えてきた。お!お!なんとか赤引け。赤引けば羽根マンが見えてくる。ワンチョクはリーボー出たから、足らんかな。うわぁ。やめて。リーマン取ってる。マンツボは?あ、いけるじゃん。じゃあもうリーチだ。テンパったら。
先発ったらリーシャ。来た！リーシャ！赤いユース俺にくれ！赤いユースくれ！おぉ、3色待てねえよ手が。おぉ一番。終わったか。さすがに終わった。3色。手役派ですね。終わりました。ラスです。はい。残念でした。はい、というわけで、まあ、前半がね、とりあえず、今、1回、3時半ということで、もう4時前か。はい、ちょっと1回だけお休みいただきたいと思いますんで、はい、CM に行って、その後また、個室配信ありますんで、そのまま、はい、個室入ってる方はそのままお待ちいただければと思います。5分ぐらいで戻ってきますんで、はい、じゃあ1回 CM、どうぞ。